オリーブオリーブオリーブ、誰一人置いては行かない。今日も始まりました、黒川敦彦のオリーブの木チャンネル。今日は今週のニュースまとめのコーナーでございます。ニュースまとめのコーナーは私黒川敦彦と富山真希でお送りいたします。よろしくお願いいたします。それではタイトルをお願いします。今週のニュースまとめ、ソロスがフェイスブック批判、ついにイギリス EU 離脱。はい。米大統領選、ジョージ・ソロスがフェイスブックを批判。はい。先日のですね、スイスで開かれましたダボス会議でのことなんですけれども、ダボス会議は、1年に1回ですね、まあ、新年に開かれる会議でございますが、このダボス会議は、まあ、グローバリストの祭典と言われるものでございまして、世界中から、まあ、経済人、政治家関係のですね、まあ、今の世界を支配しているというんでしょうか、そういう人たちが集まると、まあ、しかもスイスなんですね。スイスというと国際決済銀行があるスイス、つまり今の金融制度を牛耳っている人たちの会議なわけですが、そこでですね、ジョージ・ソロス、まあ有名な投資家の人ですよね、その彼が、インタビューに答えて言ったのがですね、Facebook はトランプを守ろうとしている。Facebook が、アメリカの大統領選に関して偽の情報を垂れ流しているとですね、かなり厳しく批判をしました。そのことについてもう少し説明をいたします。前回のですね、大統領選挙の時にもですね、まあ起こったことなんですが、Facebook にですね、ロシア系のアカウントが、たくさんですね、偽のアカウントを使って、トランプに有利な情報を流したというふうなことが、これははっきりと分かっています。なので、そのことに関して Facebook は、まあ、批判をされていることになっているんですが、またですね、この話のポイントであるのが、どうもザッカーバーグはですね、隠れトランプ支持者らしいと、いうことがですね、かなり、まあ、いろんなアメリカの政治関係者、経済関係者が、漏らしています。こうなかなか正直実際のところは分からないんですが、かなり信憑性が高い意見かなと思います。そしてですね、Facebook は、まあ、様々な情報漏洩の問題を起こしていまして、例えば、英国の、下院議員ではですね、Facebook が個人情報を漏洩させて、EU 離脱の世論誘導に使われてしまったということでですね、激しく非難をされていたり、またですね、米国の下院もですね、Facebook が情報漏洩をしたということで、マーク・ザッカーバーグを招集していましたが、この招集は、ザッカーバーグは拒否していました。まあ、漏れてしまったというか、盗まれてしまったという場合もあるかもしれないんですけれども、場合によるとですね、いやまあ、そもそもザッカーバーグ及び Facebook の首脳陣がですね、特定の陣営に情報を渡している可能性があるということがですね、問題視されています。で、まあ、その特定の陣営ということではないんですが、スノーデンさん、元 CIA にいて、今亡命をしてですね、いろんなことを暴露しているスノーデン氏がですね、まあ、Facebook だけじゃないんですが、Yahoo とか Google なんかもそうなんですが、アメリカ政府に後ろから情報提供しているということをですね、まあ、はっきりと暴露したわけですが、現実にそのようなことは起こっているので、この大統領選挙にですね、Facebook のような情報を扱う、しかも個人情報を扱う企業の代表であるザッカーバーグが、これどっちにつくのかということがですね、まあ、すごく大事になっているということで、どちらかというと、というか、まあ、強烈な反トランプであるソロスからすると、ザッカーバーグが、トランプについては困るということで牽制しているということでございます。今年の11月、2020年11月がアメリカ大統領選挙です。オリーブの木チャンネルでも、引き続き追いかけていきたいと思います。次のニュースです。ついにイギリス EU 離脱。これはですね、
31日の23時、日本時間で言うと2月1日の朝の8時ですが、イギリスは EU 離脱いたしました。そして47年の、EU 加盟の歴史に幕を閉じました。ジョンソン首相は新しい時代の幕開けだと訴えて、 EU から権限を取り戻す意義を強調しました。2016年の6月の国民投票から3年半、離脱派と残留派で意見の分かれがありまして、拮抗してたんですよね、意見としても。なので紆余曲折があって、いつ離脱するのか、いつ離脱するのかということで、ずっと延長延長と来ていたんですけれども、今回やっと離脱が実現したということですね。それで20年の年末までは現状のイギリス EU 関係は保たれるということで、加盟国とほぼ同じ状況が続く、この2020年末までの間にイギリスは新たな関係をまとめる必要があるということで、次のスライドです。イギリス EU 離脱、何が変わって何が変わらないかということなんですけれども、変わることとしては、イギリスは EU 加盟国ではなくなるので、 EU の政策決定には関与できなくなります。欧州議会に参加していた議員なんかも失職します。一方、経済社会への影響という意味では、2020年末までの移行期間中は大きな変化は出ないという見通しで、人、お金、物、サービスなどのいろんな自由な行き来というものはまだ保たれます。関税ゼロや人の移動の自由といったようなイギリス EU 間のルールが移行期間中は維持されるので、一応まあ経済社会的影響はないだろうと言われているんですけれども、これから EU が他国や地域と結ぶ自由貿易協定 FTA の恩恵もまだ受けられると。だけれども、この移行期間中に新たに離脱後の FTA をそれぞれの国と結ぶ必要があるということですね。それでイギリスは輸出入の5割を EU に依存してまして、現状関税が復活などしたら大幅に打撃を受けることは想像できることです。また移民政策などはオーストラリア方式の移民管理制度を導入予定ということで、関税ゼロは続けたいんですが、規制やルールからは自由になりたいというイギリスのジョンソン首相と、いいとこ取りは許さないぞとする EU の欧州委員長の間で意見会が大きく分かれています。でそもそも3年半前の国民投票で、それ従来の予想を反して離脱派が上回った結果になったわけなんですけれども、移民が急激に増えて移民に仕事を奪われているという労働者層の不満がやはり根底にあったと。グローバル化に対する不満がやはり低所得者層を中心にしてあったということが、やはり EU 離脱への後押しになったということですね。でこれはやはり欧州委員会という選挙で選ばれてない官僚が支配されていて、イギリスの国民はイギリス政府と欧州委員会 EU に2つ税金二重取りされているといったような不満があったようですけれども。そうですね、オリーブの木チャンネルでも何回かな、3回ぐらいこの欧州委員会のこととかまとめて出したんですけれども、EU にいらっしゃらない方はあんまりわからないと思いますし、 EU にいてもこの構造がよくわからないんですけれども、イギリスという国の上に欧州委員会っていうのがあってですね、この移民政策とかっていうのは欧州委員会が決めてるんですね。でこの人たちは選挙で選ばれてないと。でイギリス国民からするとですね、選挙で選ばれてもないお前たちがなんで、移民政策とかを決めるんだと。その結果移民がものすごいイギリスにたくさん入ってきて、私たちは仕事がなくなったじゃないか、欧州委員会いらねえイコール EU いらねえって言って、EU 離脱の動きが始まったんですが、なかなかその欧州委員会なるものがですね、まあ見えづらいと。まあ要するに官僚機構なわけですが、しかもその官僚機構を動かしている、のは、いわゆる国際金融資本といわれるグローバリストの人たちで、
その人たちは選挙で選ばれてもないですから、なんでそんな人たちが政策を決めるんだというですね、そこに根本的な問題があって、不満がたまってですね、イギリスは離脱したということなんですね。まあ、本当にね、これからどうなるかということは、やはり世界第5位の経済力と EU 最大の軍事力を持つイギリスのこの EU 離脱は EU の存続にもインパクトを与えることは間違いないですし、ね、またこの イギリス亡き後の EU でドイツとフランスの主権争いというようなことが起こってくるのではないかと思われます。またこれは継続して注目する、うんところですね。はい、次のニュースです。トランプ、イスラエル寄りの中東和平案を発表。はい、先日ですね、中東和平案というものがですね、まあ、トランプ政権より提出されたんですが、まあ、そのメインはというかですね、まあ、いわゆるパレスチナと、イスラエルの問題なんですね。で、このパレスチナとイスラエルの問題を、この数分間で喋ることはなかなか難しいしですね、僕も全部のイベントをですね、今覚えてるかというと覚えていないんですね。すごく複雑に、絡み合っていて、皆さんもなんとなくこうパレスチナ問題とかって言われてニュースとかでも見るけれども、なんだかよくわからなくて、今更ながら聞くこともできないと、ネットで調べてもよくわからないと、そのように思う方も多いと思うんですが、またちょっとまとめてこれはやりたいと思うんですけれども、とにかくイスラエルとパレスチナの、関係というのは、まあ、ものすごくまずい状況というか、まあ、収集不能な状況に現状あるわけですが、この2国の、に対してですね、アメリカは、まあ、こうしたらどうだという案をですね、今回提案したわけですが、まあ、はっきり言ってですね、イスラエルの要求を全面的に認めた案だということでですね、パレスチナからは強い反発が出ているということとですね、まあ、国際社会から見て概ねですね、いや、イスラエル寄りすぎだろう、おかしいだろうというですね、まあ、意見が出ています。何せですね、ホワイトハウスに、イスラエルの首相のネタニヤフだけを呼んで、発表したわけですから、それはまあその絵面だけ見てもですね、パレスチナの人たちから見ると、まあ、到底受け入れられないということだとは思うんです。しかしですね、これはまあ要するにですね、大統領選に向けてトランプとしてはですね、最大の支持者である、シオニストユダヤ主義者の人たちに PR だと、まあ、そういうことなんですよね。まあ、このタイミングというのは、まあ、正直トランプ陣営もですね、こんな和平案が認められるとはですね、まあ、これ到底思えない、到底思えない内容だったんですが、まあ、要するに、大統領選挙に向けたプロパガンダだということなんですが、まあ、トランプを支持している方が、まあ、日本にも結構いらっしゃるんですけれども、しかしですね、僕はまあ、トランプが一貫してイスラエルを支援しているということとですね、そのイスラエルは周りの国を今も軍事的に攻め滅ぼそうとしていると、実際に。それはですね、やはりおかしいですね。その、極めて軍事的にタカ派である、イスラエルを支援しているトランプ。その後ろ側にあるのは、いわゆるシオニストと言われるような、まあ、ロスチャイルド家とかですね、ユダヤ系資本の人たちがですね、ユダヤ人をエルサレムに戻していこうと、シオニスト運動というのはシオンの丘に戻ろうという宗教的な運動ですから、これはですね、経済とかを超えてですね、かなりまあ根深い問題なんです。でそこに、資本家の方々がお金を出していると、で資本家の方々のお金を出す意図としてはですね、彼らは果たしてこれ宗教的な意図だけではやはりないと思うんですね。まあ、宗教的な意図を使って経済を自分たちの思う方向に動かしていこうというですね、まあ、複雑に利権が絡み合ったこのシオニスト運動、その人たちの応援を受けているトランプという構造があります。トランプはナショナリストである面も確かに持っていますが、何度もうちのチャンネルでは言ってきましたが、決してグローバル資本家と戦ってくれる正義の味方ではないぞというふうに僕は思って見ております。今回の中東和平案もそのような形だったなというふうに思います。はい、今週のですね、投稿した動画なんですけれども、まず1本目、凋落するサムソン、
サムソンがですね、今すぐ潰れるということではないんですが、いろんな意味で金融危機に巻き込まれてこれから経営が苦しくなるぞという兆候が見られているという解説動画でございます。2本目、やばい、FRB が金融緩和を始めた。これですね、タイトルに僕が思う一番今やばいことだということでですね、動画を出させていただきました。これまだ見てない方はぜひご覧ください。3本目、今日本国債を誰かが売っている。これもですね、FRB の金融緩和とセットになることなんですけれども、日本国債を誰が売っているんでしょうかと。国債もですね、やはり価格は市場によって決定しますので、国が全部コントロールできることじゃないですよという投稿でございます。4本目、オリーブの木公認発表4名。これからオリーブの木で選挙に立候補してくれる、公認予定の候補者をです、候補予定者をですね、4名ご紹介しました。若い人たち、1名ベテランも、いらっしゃいますが、若い力でですね、みんなと一緒に育っていって、オリーブの木伸びていきたいと、そのような思いの動画でございます。5本目、新型肺炎で東京オリンピック中止の可能性もありますよと。今、皆さんももう知っている、巷で騒がれている新型肺炎ですが、今対応を間違えると本当にオリンピック中止すらありますよという、そのような解説でございます。6個目、解説、マネーストック、マネタリーベース。今更聞けないマネーストック、マネタリーベース、その違いもわからない人が多いんではないでしょうか。その解説を改めてしております。以上の6本でございました。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。そして今、オリーブの木では動画制作スタッフの募集、学生インターンの募集、選挙に立候補してくれる候補者の公募を行っています。動画の最後に案内を画像で入れています。コメント欄にも記載していますので、ご確認の上ぜひ応募ください。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。黒川敦彦と富山真希がお送りいたしました。ありがとうございました。オリーブ、オリーブ、オリーブ、誰一人置いてはいかない、明るい未来を作りましょう、一緒にやっていきましょう。